ローミキティチャンネル。はい、始まりましたハローミキティチャンネルですけれども、今回は30分でできるだけ多くおもちゃを作ってみたということに挑戦していきたいと思います。ただ私一人じゃ何もできないので、ゲストの方を呼びしております。おもちゃコンサルタントの武田まりえ先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生すごいんですよね。だってあのテレビチャンピオンだったり、マツコの知らない世界にも出演されて、そうなんですよ、出させていただきました。すごいですね。でも先生30分しかないのに、うん、そんなおもちゃ何個もできるもんですか。ちょっと今日は、はい、ちょっと特訓的な感じにはなっちゃうんですけど、頑張ればいけると思います。もう早速行きますか。行きますか。じゃあスタート。ではですね、はい、まず1個目はもう簡単なものからスタートした方がいいと思うので、はい、紙コップを使ったものを作ります、はい、で、パクパクっとするお人形を作ろうと思うので、まずですね、この線の通りここを、はい、チョキチョキと切ってもらっていいですか。はい。そしたらちょうど反対側、反対側、反対側も同じように切っていきます。でも紙コップだったら家にあるから子供とできますね。できます、できます、はい、そしたらちょっと卵を割るようにここからと割ります。パカ。そう。そしたらちょうどここのね、うん、折り目をしっかりとキュ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 ッと、うん、はい、いきます。はい。あ、パクパクとするともうこれでパクパク人形になるんですよね、うん、はい。なので顔とかちょっと描いてみます。絵か。私めちゃめちゃ下手なんですよ。ちょっとそれを期待してきました。そう、手作りのおもちゃのやつはもう世界に一つしかないので、何と比べる必要もないので。ちょっと怖い、怖いよ。パクパクと。いい感じじゃないですか。誰ちょっとって感じですね。怒った時に使ってもいいかもしれない。できました、できました。これパクパク人形です。楽しい、ね、簡単でしょ。簡単。そう、じゃあこの調子で、はい、いきましょう。今度は、うん、やっぱりちょっと音楽的なものを作ろうかなと思って、はい、これね、トイレットペーパーの芯なんですけど、はい、まずちょっとこのテープを剥がしていただいて、はい、置く。そしたらコロコロコロっと転がしていって、コロ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 、ここも取る。はい、で貼っちゃいます。そしたら片方だけギュンと潰してください。ホチキスで止めていきます。真ん中止めて、その両サイド3箇所止めます。先生、なんでおもちゃこんな作ろうと思ったんですか。そう、もともとね、幼稚園の先生をしてたんですよ。それで子供たちと何かを作るっていうのがもう日常だったので、すごい。そして身近なもので作らないと、そうですよね。それでね、いろんなの研究してます。先生、幼稚園に行ってくれればいいのに。そしたらここの部分をちょっと隠したいので、はい、うん、こう2回ぐらい折ってください。ホッチキスを隠すこと。そしたらこれね、マラカスというかシェーカーにしたいので、うん、中に物を入れたいんです、うん。今日はちょっとこのビビーダムを持ってきたので、はい、入れちゃいますね。事前に今こうちょっと広がってるじゃないですか。うん、なので今度はこっち側に潰します。こっちに反対に。はい。めちゃめちゃ楽しいじゃん。子供これはたまらないですね。ね、はい、これでシェーカーの出来上がりです。すごい、もう2個目。これだとね、赤ちゃんに聞かせてあげてもいいし、これだともう全部家にあるもんですよ。でしょ、ここまで、ここまでもう全部家にあるもの。そうそうそう。すごい、これは嬉しい。はい、次行ってもいいですか、はい、じゃあ3つ目は、はい、この牛乳パックを使うんですけど、うん、このね、底の部分だけ使うんですね、はい、それプラスちょっとこう1センチぐらい牛乳パックを切った部分、うん、はい、これ白が、ま、外に出るように半分に折ってください。白が外に、こう半分に。そうです、そうです。はい。そしたら、うん、こう逆に1枚ずつこう外側に折り返して半分折り返します。あ、こういうこと。あ、そうです、そうです。そうするとこれが、うん、コマのこう持ち手に、今コマ作ってたんだ。そうなんです。そうそう。コマ作ってます。うん、これをここにこうして、うん、まずはセロテープで留めちゃいます。これでもうちょっと回るかどうか確かめて、はい、回りましたね。もっとコツがあって、うん、もっと回りよくするために、うん、ここね、斜めの線でちょっとキュッキュッと両側折ります。あ、こうなるようにってこと。ちょっと真ん中が高くなるので、より回りが良くなります。おお。すごいな。ね、この
指でコマ回すってすごい大事で、この3本指使うじゃないですか、これがすごい生活につながっていくから、すごい大事なことなんです。はい、そしたら次なんですけど、ちょっと次頑張ってもらって、はい、風船を膨らましてもらいたいんですけれど、いけるかな私今ね、学生さんたちに教えると意外と膨らませられないの。いけないかも。いけないかも。いけない。じゃあちょっと先生いいですか、いいですか、すいません、もうちょっと関節進めちゃうけど。あ、いけない、全然いけます、ね、いけた。普通の風船でね、こうやって遊ぶじゃないですか、これをもうちょっと弾力のある、丈夫な風船にしたい。丈夫な風船になります。ちょっとね、丸つきができるボールにしたいんです。はい、これでボールができました。ちょっとこうついていただくと、あ、すごい、え、こんな3本でこんなに下に行くの風船って。そうなの。そしてちゃんとこう戻ってくるんですか。すごい、ちょっと振って遊ぶものにしたいので、はい、うん、牛乳パックだいたい切り開いたのの8分の1ぐらいのサイズなんですけど、じゃあ白が外に出るようにまず真ん中で折ってください。真ん中で折る、はい、ちょっとね硬いのでね、キュッ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 と。そしたら今度一回ちょっと広げていただいて、はい、真ん中に向かって折っていきます、うん、真ん中に向かって、はい、ここ、はい、こっちも、はい、そうです、はい、手作りおもちゃするときにその大体っていう感覚すごい大事なんですよ。なんか大体でできるものってない気がして、いやいやもうね、大体でできないとできるのかなっていう、作るの大変になっちゃうでしょ。確かに。そうだからね、その常に頭の中に大体っていう感覚でいいんですね、行くとね楽しくなります。それはでも嬉しい。そしたら、うん、今これ折ったんですけど、うん、一回広げて、うん、半分にして、うん、この部分をちょっとだけ切って、三角切って、うんうん、真ん中のあたりを、はい、あの笛の吹き口を取ります。はい、この辺ですね。そうですね、はい、そしたら、うん、これ折り直すとこう三角柱に、はい、うん、ここはねしっかりセロテープで留めます。あ、すごいな。そしたらね、これ、うん、あのスーパーの袋をこれをね、ここの片方かぶせちゃう。そうそうそう、はいはい、そしたらなんかてるてる坊主作るみたいに、はいはい、輪ゴムで留めます。はい、ここはなるべくねピンとするよ、ピンとするよ。これくらい、はい、はい、そしたら、はい、ここを口で加えて、うん、自分の名前をちょっと言ってみましょうか。すごい、これ、ね、声が変わる変声期。こっちはつけたらどうなるんですか。そっちつけたらね、ならなくなっちゃうんですよ。何も言えないでしょ。すごい、そのね、ブルブルブルっていうのが。今度はちょっと赤ちゃんおもちゃなんですけど、はい、これよくね、こういう最近ドリンクありますね。ここの中にちょっとね、いろんなものをね入れてみます。じゃあ、蓋を閉めましょう。はい、はい、そして、ちょっと逆さにしてみます、そうするとね、落ちていくものと上がっていくものがあるんですよ、これだけなんだけど、1歳ぐらいの赤ちゃんに見せてあげるとすごい喜ぶの。いや、1歳どころか、うちは娘でも楽しいかも。楽しいですね。かわいいです ね。キラキラボトルでした。そしたら次、はい、ちょっと化学おもちゃと言われるものなんですけど、うん、面白いのを使うと思うので、はい、とりあえずこの袋、うん、普通のね、うん、のスーパーでポ、はい、ンプなんか入れたりする、うん、これですね。そうですね、広げていただいて、広げる、もうこう広げていいですか。一回広げて、その癖がつけば大丈夫です。あ、はい、そしたらもう一回平らにして、うんうん、ここをきっちりと2回ぐらい折って、セロテープで留めちゃいます、うんうんうん、きた、はい、そしたらね、ちょうど真ん中の部分1枚だけ持ち上げてください、はい、そしたらそこをハサミでチョキンとこれぐらい切っちゃいます。それくらい切っちゃう。これをひっくり返してお皿が上になるようにして、ちょっとお皿を少ないで何回か、ちょっと浮いてるんじゃない。そうそうそう、もうちょっとどんどん、はあ、座布団みたいな、パンパンまで来るの。すごい、なにこれ、楽しいでしょ、パンパン。そうなんです。乗れそう、ね、ね、おつるつるした机だったらスーッと滑っていくっていう。すごい、これ、これ感動。そしたら今度はちょっと、はい、あの高級な方のビニール袋を使います、
ちょっと分厚いですね、トイレットペーパーの芯2つ使うんですけど、うん、ここに入れちゃって前後、うん、セロテープで留めます、はい、縦横後ででも横でも大丈夫、止まってれば大丈夫、はい、はい、そしたら今度ここの折り目のところを持ってきて留めちゃいます、はい、止めちゃう、はい、ここも止めちゃう、はいはい、はい、そしたらこの隙間を埋めたいので、うんうん、ちょっとぐるーっとこう巻きつけるように、はい、しっかりセロテープで貼っていきます。そしたらこれでも空気砲なんだけどちょっと弱いので、うん、この空気砲、そう、ここをちょきちょきちょきっと一直線切ってもらって、はい、これをかぶせます、はい、かぶせる、そうすると丈夫になるので、うん、で最初だけちょっとテープ止めて、はい、最初止めたらぐるっと最後もここで、ね、下にまず止めちゃって、あ、うん、これで動かない、片方だけ刺すですか、うん、はい、そしてこれ上からももう一回止めましょう、はい、そしたらまあ綺麗にこれ紙貼るといいんだけど、今日はこのままでこう空気を入れて、はい、ここに紙コップを乗せます、うん、そしてパンと叩く、うん、これでいきます、はい、楽しいじゃん、ね、ここなんかロケット描いたりロボット描いたりすると飛ばして遊べるっていう、これは楽しい、そう、はい、これ牛乳パックをこう輪切りにしたので、はいはい、ここをちょんちょんと両側1センチくらい切り込みを入れましょう、そしたら、うん、今こうね輪ゴムが緩い状態なので、はい、このままビューッと閉じます、はい、指をちょっと手前にずらすような感じにすると、うんうん、ピョンと、あ、すごい飛ぶ、すごい飛ぶ、こんなに飛ぶの、そうなんです、そうなんですすごい、これになんかカエルの絵なんか描いてあげると確かに、あれこうしようか、うわ、ね、すごい飛ぶでしょ、あと2分、これを、はい、剥がして剥がして真ん中に貼ります、真ん中に貼ります、はい、そしたらくるっと回すと、これ紙皿のコマ、綺麗、本当はね、絵描いてあげるといいんだけど、そうですね、ここね、そう、好きな絵を描くとそれがくる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 、いいんだ、そう、簡単でしょ、はい、きます、はい、半分に折ります、半分に折ります、で、一回広げてまた半分に折ります、はい、これだいたい5センチに切ってある折り紙です、はい、はい、そしたらここからちょきちょきちょきっと真ん中まで、はい、真ん中まで、はい、はい、そして今こっち側半分にしたいので、こっちは3等分にしたいので、うん、こっち側から3分の1、こっち側から3分の1、はい、真ん中までいかないところで止まってください、はい、はい、そしたらこの3つに切った方を真ん中に向かって、真ん中に向かって、両側からこれ真ん中過ぎていいんですか、過ぎていいですよ、はい、そう、3等分にする感じで、ああ、こっちは足りない、大丈夫はい、はい、そうするとこれが紙コプターって言って、ちょっと上を分けてあげるとこんな風になるんですよ、はい、で上から両方の手でこれ持つ、持って、あー必ず回るんですよ、これ売ってますよね、売ってますよね、でもほらこんな簡単にできるから、これで作れるんだ、1枚の折り紙から3つ作れる、簡単でしょ、そしてね確実に回るんですよ、絶対回るんだ、作って落とすと楽しい、すごい、これで10個いけたんじゃないですか、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個いけた、10個いけた、あ、よかったよかった、すごい、いけた、30分、ちょうどぴったり10個いけた、0秒になりましたね、ちょっとおさらいしますか、はい、まずこれですね、そうですねなんか出すのが恥ずかしい、コップの申し訳ない、もうちょっと懐かしさすら感じますよね、一番最初だからね、そうですよね、それからシェーカーですね、ガラカス的な、ね、まあ、ガラガラで、ね、いい音と、そしてこれかな、カズーね、カズーね、カズーこれね、そうでしょ、なんだよね、ちょっと面白いねこれね、カズー、それから、はい、コマですね、コマですね、コマ、あ、落ちた、はい、コマ、ボール、ボール、これすごくない、ね、それちょっと感動しますよね、こんなんなるんだ、あとは、あとはこれかな、ね、キラ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 ですね、これいいな、生まれたらこれで、ね、ぜひ遊んでください、色つけたりね、これかな、はい、はい、ね、じゃあピョーン、ね、相当取りますよね、コマ、そう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 、すごいね、ツルツルしたところだとちょっとくっついちゃったりするんだけど、これもね、ぜひこう絵を足すといいと思います、確かに、そしてこれ、はい、バークラフトね、ちょっと癖になるやつ、パコパコして空気を入れて、うーん、
服をスーッと滑らしてもいいし、内輪で仰いだりしても面白いんですよ。戦える戦える。なんか陣地に入っちゃったら負けねみたいなやったりするのも面白い。楽しい。あ、これかな、ね、はい、せーの、おー、あ、すごい。これで最後かな。紙コプター、ピュー。しかもこの裏表に違うのが可愛い。そうそうそう、だからね、綺麗ですよね。すごい、ありがとうございました。こんなに身近なものでいろんなおもちゃが、しかも30分で、ね、これでもすごい、絵描いたにしても、うん、30分で5個ぐらいはできちゃう。いけますね、うんうん、いけちゃう。これだったらこのクオリティでもいいんだもん、だって。もうそう。ちょっとまだまだいろいろね、今度ぜひラッピングとかも ね、そうですね、ぜひ教えていただきたいです、はい、今日は武田先生ありがとうございました。はい、ということでこの動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。